危な、危な、やめて。おっそす。機械プランティーズアドベンチャー続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ引き続きやっていきますよ。まだ全然ねチュートリアルゾーンを抜けたぐらいのところ、まあ、言うてまだチュートリアルの範囲内かもしれんけど、次は何があるのかな。敵、あはん、なんか弾撃ってくるやつ出てくるね。これをこの前覚えたが、おいや、こうへんのかよお前。あ、やべえ、こっち取る。ほんまこれね覚えたけど、オーバーヒートもあるっていう話やから、使い方がどんな風に使うのが一番ベストなのかまだ分かってませんが、廃棄された工業エリアというか、こっちはいけない。これで合ってんのかな。こっちでプランティ、ゲートの光センサーが見えるか。うん、緑色のやつ。うんうん、これはモンスターを防ぐための防護、あ、そうな、防護ゲート。近くにモンスターを感知すると赤い光を放つ。心配いらない、この色は安全という意味だ。安全な状態になったらガーディアンは自由に通過でできるんだよ。うん、翻訳ちょっと怪しいのか。ただし光センサーがないそばではレバーを使って開けないといけないけどね。あんあん、パワーアタックボトル、ん、今回もなんだ。お、また新しい、ニコニコしてるめっちゃニコニコしてる。まあいいか、相棒の幸せは僕の幸せだ。要するにデータベースによると、パワーアタックはエネルギーを蓄積することができる。そして最後の瞬間にそれを解放し、敵に強力な一撃を与える。時間を無駄にできない。行こう。パワーアタック。また覚えた。長押ししてから離すことで、強力な攻撃。あはん。これを、パワースマッシュを放つとパワーアタック。言うてることがよう分からんぞ。こうしてこう、なるほど、な感じで飛ばせるようになりますよと。これはこっちか。あれ、あそこはパワーターゲットしてパワーアタックをしよう。いける。うん、おお、なるほど、すごいじゃん。あー、読ましてもらえないこれで、あ、ちょ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 全然読ませてもらえへんかった。とりあえずなんかどっかがこれで通れるようになったんじゃねえかってことよね。スンスン、これ壊せないのよね。スン、ゴミ箱開けただけ。一応敵モンスターが変種ゴミっていう名前っぽいけど、はあ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 、うら、うら、うら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 、お前は一回通り過ぎてからの攻撃。ああ、あれはすぐに復活すんだな。これで、あれ、帰れなくなったてるわけではない。道がある。あれ、俺どっから、いや、ちゃうわ、そっから来てるんか。ってことは、ん、一回戻んのかな。
まだ。どこに、おぉ。ははははは。痛い。えい。えい。まだまだ操作が不慣れですな。いやでも楽しいよこの感じ。メトロイドドレッドとかやるぐらいやったらこっちの方がおもろいんちゃうか。あはん、こっちも行けないってことはまだこっちから一個行ってないとこあったよね。トゥルトゥルトゥル。ここで、メタルクーラーじゃなくて、メタルボスみたいなの倒して。これなんや。ロイラ前線995。また百科事典の、何かしらのお話。若潮大発生、ガーディアン、新たな危機に直面。うん、なんかいろいろ過去にあったのかな。あ、あ、危ない、後ろに下がって。悪名高い赤潮のエリア。赤い水見たよな。なんか赤いね、すげえ。あるプランクトンのせいで一帯の海が赤く染まっているんだけど、それが致命的な毒素を放出する。モンスターが現れるようになって赤潮はゆっくりと拡大。はあ、もともとロイラの科学者、原因を探そうとしていた。探検家も偵察機も誰も戻ってこなかった。んで、ここは呪われた土地って呼ばれるようになりましたと。離れよう。あら、こっちじゃねえのか。ズンズン、おお、めっちゃおちょーん。ははははは、即死ですやん。マジか。あららららら。ってことは、なんか行く方法があるんだな。さっきのだから、なんだっけ？なんとかエリア。はいはいはい。どうじゃ。どれ。お金は大切。で、はい、今通れる。すんすん、スタミナもうちょっといっぱい欲しいね。このダッシュがまだまだ連続では3回ぐらいしか使えへんからな。ここよな。ここをさっき、あれ、あれ、さっきすん、あ、いけるいける。これで、あ、緑になってるわ、これで。はいはいはい。はいはいはい。なるほど。これで開いたや。いけるようになってたのね。なんだこいつ。爆発しそうな気配。うい。うん、そうでもなかった。あはん。あはん。緑は勝手に開いてくれんやな。そういうことか。はい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 。ええでいい。これ当たる？うんーですね。一個一個勉強です。はっは、うおお、HP 高く、おお、ちょっと2匹は効いてない。溜めて、アタックアタック。どうだ？こら、こら、何してくれとんねん。バラバラになってるのはちょっとグロいけど。こっちがまだいけないよなぁ。やめてと、無理だ。こっちだ。スースースー。はははははは。なんかください。で、スンスンスン。はいはいはい。なんかまた新しい敵やな。ドン。おい。いろんな魚がいますよ。はい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 。ウィスウィスウィス。ん？なんだここ。あ、喧嘩してんのかお前ら。こっち来んのね。
やめて。よい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 よ。うい。ひろ。ん？何撮ったんや今。ん？あ、これか。ん？これか？パワーアタックの使用準備時間短縮。ああ、いいね。いいのがあるね。ふんふん。まだまだ。引き続き、進む感じでいいのかな？ふわふわふわ。分かれ道ふわふわ。ん？ズーン。お。たまにこの相棒が敵に見える時がある。 EXC358 また戦争の準備で残っていた装備。これスタミナ上がりやすちゃう。完全に保管されていけないといけないのに。特別な薬、服用すると生物の筋力と機動力を向上。手順の詳細は図鑑にダウンロードした。うんうん。ガチャン。やっぱこれも3つ集めたらみたいな感じなんかな。こういうのを集めて自己強化もしていくわけですな。あっちにも行けるところがあるぞ。いいね、こういうところが探索メトロイド要素ってことやね。ガシャゴン。こちらはうわあ強つ、うん、すい、回復してないこいつら。さ、あのマーカーをつけないと、あんまダメージ入らへんやな。理解だ。これなんや。あ、またしても。ダハン。ヒートブレイド。ヒートブレイド。あ、めっちゃ手に入んな。っていうか、確かに数めっちゃあるもんな。すごい。ノーマルアタックのダメージ上昇。ああ、なんかもういっぱいあるやん、じゃあ。これ怪しいな。なるほど。はあ。プープープー。プー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 。こっち来て正解やったね。ささささささ。じゃあ進んでいくぞ。出た。歯。歯茎マン。歯茎マンに負けるな。はいはい。へいへいへい。いい感じですよ。これで、あ、繋がったんじゃない？これで。繋がった。一回ちょっと、新しく手に入れたやつ、装備しようぜ。スー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 。これはね、メモリーボード。で、今俺これつけてるけど、パワースマッシュ使用するとさらに加速。でもこれ二つ使ってるから、もう一回外して、今さっきのヒートブレイ、あ、これも2つか。なるほど。で、パワーアタックの使用準備、いやー悩むな。これが短縮系の。で、ボードがまだ4つしか装備できないから。ってことか。あ、ほんのちょっと確かに短縮してるわ、ゲージが。この程度の短縮なら、とりあえずダメージアップ。これでいこう。回復して。はい。いきます。で、新しくできたエリアがこっち。なんだ。あ？こんにちは。あ、このクジラ落車じゃない。いや、それはわかる。
ずっとここで立ち往生してる。あ、ワンピースにもそんなやついたよね。生体スキャンすると体中に寄生虫。ん？生殺し状態、マジ？悲しげな顔してる。プランティ。ん？すくけたい。すくけたい気持ち。わかるけど。でも今僕たちにできることは何もない。下手に動かすとさらに傷つけることになるだけ。今やるべきことは？何もしないでそのまま。マジ？別の道を探すべきだろうな、結局のところ。そうなの？お、お、お、なんか、ちょっと、プランティーン。完全に展開がワンピース。本当にでっかいクジラだな。体長は少なくとも100メ、おー、また勝手に進む。行こう、プランティー。母クジラの体内。ああ、大丈夫なのか。いつ崩壊してもおかしくはないので注意が必要言うてますけど。お、体内ですよねこれね。なに、トゥルトゥル、攻撃したら怒られる。なんかライトあんで。何食べたのもう。わあ、何これ、心臓的な感じこれは。これ壊したらんー、よくなくない。いいの？おい、うわあ、何何何何何、なんか敵出てきた。うおーおーおー、わあ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 、はあ、ははあ、なんで体内が分かれ道あんねん。どうなっとんねん。なにこのちっちゃいの。あ、いいな。はは、宝箱。こっちはブランド。なんでこんなところに宝箱あんねん。お金はありがとうやけど。めっちゃ、あ、マップノーシグナル。見させてもらえない。なんだなんだ。あ、うわ。エリーニュスアイ。ガンガン手に入るな、ほんまに。マーキングした後、短時間でターゲットを倒すと、マーキングは近くの敵に移る。おー。なるほど。コンボしやすくなるってことね。ええやん。スキルの組み合わせが後半とかなるとだいぶいろいろあるんちゃう。ははは、これマウスでやってたら多分めちゃめちゃむずいぞ。あれを全部エイム的な感じで合わせなあかんやもんな。はいはい。おお、やめて。ぐるぐる。どうだ。縦だ。ビギナーズラック。何それ、気になる。リサイクルパーツを拾うときより多く、ああ、すげえつけたい、これ。経験値多め的な。何あれ。何のマーク？わあ、入り組みすぎです。頭の中でちょっとマップ描きながらいかんと。うわあ、やめた。ああ、ちょっとずつダメージ削られてってる？この辺なんでもないんか。おほん。ほんほん。ちょいちょいライトあんのよな。体の中への、あ、あ、ここに出てきたぞ。あれ、ここ来おへんかった俺。
こっちに繋がってたんか。わあ。ってことは次は下か。ズンズンズン。こっちをね、キューン。回してるだけだったらオーバーヒートは特にせえへんってことかな。すごい音はしてるけど、ガードガード。全然大丈夫。ふい。あ、あいつやん。一時的に HP 上げてくれるやつ。OK。これで、これ新しいエリア。で、ここも修復して、これでファストトラベルができるようになりつつ、メモリーボード。どれがいらん？攻撃力ちょっと落として、マーキングと、ビギナーズラック。いやー、ビギナーズラックはもう必須でしょ。当分必要でしょ、これは。ファストトラベル、試しにちょっと。ほんほん。あ、戻れねえのか。なんかあそこで買い物できたからさ。あー。ってことは当分まだ買い物はできないってことよな。あー。ほな、進もう。へいへいへい。進むでしかし。あは。おお、びっくりした。ん？ボスですか？気持ち悪い。何お前。うわあ。お、なんか入ってきた。危な。危な！やめて！ふい。ぬずい！ふら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 。ふらふら。ふら。どうじゃ？あれ？弱いこいつ。あれ？あ、ちょっと待って。結構、あ、死んでいる。あれ？無敵時間が、このダッシュにはあるんじゃなかったっけ？思ったほか、食らってたぞ。ちょっと、もう一度、挑む。はい。しっかり、避けて、あれ？避けて、避けて、もう死にそう。回復。ごっくり。何それ何それ何それ。避ける。これでいいのかい？いい。いい声。やめて。ブー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 ティン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 スー。お、なんか何それ何それ。おお、なるほど。あ、これ安全のやつ。そこ通る、わかる。うん、これまだ大丈夫。うん、あれなんや、尻尾みたいな気持ち悪いの出てたで。気持ち悪い。おぉ、す、ちょい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 。待って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 。はははははは。やばいやばいやばい。やばいやばい。回復もう一回。ここ安全。イェーイ。あ。どうなっとん、どうなっとん。うん。なんか、また、いや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 、でもあとちょっと、あとちょっと。今のうち、今のうちの攻撃。おら、父ちゃん。オッケー。うわぁ。はははははは。めっちゃいっぱいもらえる。素敵。お金持ち。そして、あ。協力者能力。ああ、HP と、スタミナだ。あ、ちょびっとしか増えない。
いいでしょう。でもこれで、いやまだ3回しか連続で使えないな。まあでもね、ゼルダのブレスオブザワイルドとかでも俺はもうスタミナだけをひたすら最初に増やしてたタイプやから、そっちが重要。そう思ってるよ。こっちでいいのかい？ポワ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 。ここはどこ？どう見てもクジラの体内には見えないんですけど、まあ、さっきの時点ですでにそうやったけど、薄暗い感じ。あ、明るくなった。にっこり、めっちゃにっこり。どうした？ウェルカムトゥロイラ、看板が崩れ落ちました。なんやって、なんか町かどっかに着いたってことか。海底都市っていうことやったもんな。あ、昔はすっごい美しい町だったのに。あのモンスター、ロイラ郊外。海底都市ロイラは主に3つの居住エリア、上層、中層、郊外に分かれている。住んでる地域によって様々な特典やステータスを受けることができる。郊外は海に近いため、水辺での生活が好きな人には最適。さらに深海潜水群やプランティがモンスター侵入への対抗を手伝うことも多い。彼らに栄光あれ。なんだなんだ？ガーディアン、この主人公のガーディアンはどういうあれで誕生したんやろうね。もともと人間が住んでて、人間が作り出したのがガーディアンっていう理解でいいのかな。セバルは、あはん、いまだにでもあれよね、なんていうの、お金貯めてるけどそれを購入することはまだできないってことよね。クジラ体内があって、ここがいけないからな。多分この右側にあるやつが買い物できるとこやと思うんやけど、それはまだできない。シャキーン。ということで一個ちょっとボスクリアしたので、この続きはまた次回プレイしていきたいと思います。結構スキルも最終的には大量になりそうやから、かなり面白くなっていきそうな気配がしておりますよ。また頑張っていきます。それではまた、よろしくどうぞ。